皆さんこんにちは。スクイズ速報です。2018年の甲子園大会を盛り上げ、金足農業を甲子園準優勝まで導いた北海道日本ハムファイターズの吉田輝星選手、同年にドラフト1位で入団した彼ですが、プロ入り後は壁にぶつかり伸び悩みを見せていました。そんな吉田選手ですが、24日にオリックスの黒木裕太選手とのトレードが両球団から発表され、大きな話題となっています。将来のエース候補として期待された彼ですが、なぜトレードとなったのでしょうか。そこで今回は、吉田選手はなぜオリックスへトレードとなったのか、ご紹介していきます。高校時代、金足農のエースとして甲子園準優勝に導いた吉田選手、同年のドラフト1位で日本ハムに入団し、6月12日の広島東洋カープ戦でプロ初登板初先発を果たし、5回4安打1失点の好投でプロ初勝利を挙げるなど、早くから片鱗を見せつけます。しかし次の登板ではめった打ちにアウト、以降も成績を残せず、翌年以降も登板の機会はあるものの結果を残せない苦しい日々を送ります。しかし昨年、新庄監督から高い評価を受け、臨時コーチの藤川球児コーチの助言もあって、一気に成長を見せると、開幕3戦目に先発登板、勝敗はつかなかったものの粘りの投球を見せ、その後は主に中継ぎとして登板、チーム2位の51試合に登板し、2勝3敗5ホールド、防御率 4.26、 リリーフだけで見れば47試合の登板で防御率 3.31 を記録するなど、確かな手応えを感じるシーズンとなりました。しかし今季は一時期2軍でも打ち込まれるなど、パッとしない1年に1軍でも3試合の登板にとどまります。このまま消えるのではと心配された中、11月24日の14時に衝撃的なニュースが流れてきます。なんと吉田選手がオリックス黒木裕太投手とトレードされたと両球団から発表されたのです。黒木選手は立正大から2016年ドラフト2位でオリックスに入団した選手で、1年目に55試合に登板、しかし右肘の故障もあって近年は出番が減少、ただ今季は12試合に登板しています。150キロ超えの直球を武器にリリーフとして活躍した選手で、今季は先発での登板も、吉田選手は日本ハム球団を通じドラフト1位でファイターズに獲得してもらって、5年間優勝に貢献するような活躍ができず申し訳ないですし、すごく悔しいです。たくさんの方々に支えられて感謝しかありません。ファンの皆さん、応援していただいてありがとうございましたとコメントし、一方の黒木選手は、突然のことで驚きましたが、必要とされた環境でプレーできるということは野球人として嬉しいことだと思いますので、今は素直に受け止めて新天地で頑張ろうという気持ちになっていますとコメントしました。黒木選手は29歳の選手、すでに体もできているでしょうし、即戦力として大きな期待が寄せられます。ただこのトレード、個人的に思い切ったなという印象があります。吉田選手は2018年のドラフト1位選手、年齢は22歳と若い選手でもあります。基本的にドラフト1位の選手はトレードなどあまりされない傾向があります。またされても6年は様子を見ています。ドラフト1位というのは、いわばその年のドラフトの象徴で、1位の選手はどうしても目立ちますし、この選手を育成できるか否かで球団としての育成能力が測られます。もちろん選手自身の能力値の限界、素行面や怪我の多さで活躍できない選手もいますが、それでも球団に育成失敗のレッテルを貼られます。なので基本的に球団は長い目でドラフト1位の選手を育成し、活躍の場を与える傾向があるのです。他球団を見てもその傾向は強く、阪神にて途中から不振になった藤浪選手や、ホークスにいた田中正義選手なんか結構長くかくまっていた印象があります。ですが今回の吉田選手に当てはめると、彼は今季でプロ5年目で、年齢で言えば大卒1年目です。思い切ったなという印象はあります。ただ日本ハムは結構早くから選手を出したりするので、球団の色の問題かもしれません。将来のエース候補として大きく期待されていた彼ですが、日本ハムでは結果を残すことができず、早くからトレードされることに、プロの世界は結果の世界、
このトレード自体は仕方ないとも言えます。しかし今回のトレードはどちらも投手です。一体なぜオリックスは吉田選手獲得に動いたのでしょうか。個人的な憶測にはなりますが、一番の理由はオリックスの育成が吉田選手に合うと判断されたからというのがあると思います。オリックスの投手陣は全員と言っていいほどボールが速くタイプによりますが、右腕投手は基本的に150キロ中盤のストレートを投げています。これはオリックスの育成メソッドがしっかりしているからと言われており、体の使い方やボールの質の研究など外部機関と協力しながら選手に落とし込んで調整、その結果軒並みボールが速い選手が多くなっていると考えられます。吉田選手はストレートのキレが独特と言われており、まっすぐで押しながら変化球を使う本格派タイプの投手です。ただ球速はそこまで速くはありません。しかしポテンシャルは十分ですし、もし吉田選手にオリックスの育成メソッドが入れば大化けする可能性が非常に高いと考えられます。もう一つは来季の先発の競争を促す理由もあると思います。オリックスは今季山本由伸選手と山崎福也選手が退団する可能性があります。少なくとも山本選手はほぼ確実に退団でしょう。そして山崎選手も退団となると先発の穴が最大で2つ開くことになります。来季は宮城、田島、東、山下の4選手は確実にローテとして計算されると思いますが、あと2枠が空きます。そこに来季で高卒2年目の斉藤恭介選手、今季リリーフで投げた山岡選手、2軍で先発として結果を残した村西選手などが候補に上がってくると思いますが、オリックスとしては層をより厚くしローテ争いを激しくして競争を促したいと考えていると思います。そこに若い吉田選手を入れて競争を促そうと考えているのかなと思います。投手層が厚いイメージのあるオリックスですが、意外と先発候補が多くなく、吉田選手の獲得は理にかなってるとも言えます。また吉田選手は昨年リリーフで結果を残していますし、リリーバーとしても期待してるのかなと思います。一方で吉田選手をもし先発で使う場合、ネックになる部分があります。それがスタミナ面です。プロ入り後に何度か先発はしてますが、やはりスタミナ面がネックで6回終了まで持ったことがありません。このあたりをどう育てていくのかが鍵になりそうです。とはいえスタミナがダメなら中継ぎで起用できる選手ですし、やりようはいくらでもあるでしょう。このようにまさかのトレードとなった吉田選手、トレード打診がどちらからか分かりませんが、王者オリックスが獲得したというのは吉田選手にとってもいい環境変化になると思います。移籍して化ける選手は結構いるので、吉田選手もぜひこれを機にポテンシャルを開花させ活躍してほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。